今日は HK 先生によるシェアリングです。今日はヤコブの手紙大交渉に入ります。最後の章となります。皆さんパワーポンを見てください。まず初めに、ヤコブとの著書のことですけれども、彼はイエスの兄弟であるヤコブです。彼はどのようにイエス様を信じたかわからないですけれども、イエス様は天に昇るときに弟子たちはイエス様の前に来たんですね。たくさんの人々イエスの前に来たんです。ヤコブは主が天に昇った後にイエスを受け入れたかわからないです。人の働きにを、まあ、見ていきたいと思います。パウロの初めの宣教旅行、彼はたくさんの、異邦人の果実を持ってきたんですね。彼は、異邦人とユダヤ人の、まあ、イエス様を信じる、こと問題たくさん解決しなければならなかったんです。そして、エルサレムに戻って、使徒たちに、仕事のレポートを しました。その時、エルサレムの、リーダーがヤコブでした。つまり、イエス様の弟、ヤコブはどのように信じたイエス様を信じたかわからないですけれども、初代教会の、リーダーですね、エルサレムにいるリーダーがヤコブであることが分かりました。その時はちょうど、大体ですね、紀元後45年でした。エルサレムの会議には、異邦人、イエス様を信じる後の、まあ条例について彼らは定めました。ヤコブは、パウロに手紙を書いて、その異邦人の教会に、持っていくことを発見しました。つまり教会のリーダーが、手紙を書いて、パウロが、新しく成立した教会に持っていかせたことですね。ヤコブはその時手紙を書きました。どのような人々に対処して手紙に書いたかといいますと、それは異邦人の教会に対してです。当時エルサレム教会の、共通の、考え方、共通の考え方をその手紙を書いて送りました。つまり今日61の、まあその本教会が得た教会に、その手紙を出したようなものですね。当時エルサレムの教会はたくさんの迫害に直面しました。たくさんの信者たちは、国々に散らしました。みんなよく覚えていると思いますが、ご春節にペテルが、説教すると5000人ですね、3000人は、イエス様を受け入れました。その月は5000人の、まあ、イエス様を信じた、集会もありました。そして福音がサマリアに、伝えていって、たくさんの人々を信じました。そしてある、アフリカの、カンカンさんですね、宮野カンカンさんですけれども、そう福音を、信じてアフリカにも福音を持っていきました。ですから教会散らしている段階には、クリスチャンたくさんいたんですけれども、ヤコブはエルサレムに行ったキリストの、リーダーとして彼は、この手紙ですね、国々に散らしているクリスチャンたちに、手紙を出した。
ヤコブはイエス様の兄弟として、彼はイエス様の教えと何度も繰り返して考えました。5章のヤコブの手紙の中に、18箇所は、三条の教え、三条訓戒の内容について書かれました。つまり彼はイエス様の教えは非常に詳しく知っています。つまりヤコブの手紙の内容は、イエス様の教えの響きではないかと思います。イエス様の教えの続きではないかと思います。たくさんのところには、三条訓戒の内容を反映しています。5章のトピックですけれども、まず初めは、そのトピックですけれども、仮修学者の、呼び求め、修学者の、叫び声ですね。まず、借り入れた労働、借り入れをした労働者の、未払い賃金が叫び声が上げていると。つまり、例えばですね、人はじめに、カインがアパブを殺した、その地がアプの地が叫んでたと神様は言いました。その未払い賃ですね、未払い賃金の叫び声が主の耳に届いていると書いてあります。4節、借り入れをした人たちの叫び声、万軍の主の耳に届いた。中国の訳は、その不平の声とか、苦しんで叫び声。日本語の訳には、叫び声と訳しています。その未払い賃金が叫び声が、主に上げていると。その叫び声はどこから来たのでしょうか。その地上が、借り入れをした人たちの叫び声のように聞こえるんですけれども、同時に、天の働きをしている、借り入れをした人たちの叫び声に言うことでもありえます。4節、その裸の、借り入れをした労働者の、叫び声ですね。マタイの、13章。まあ、第13章のことですけれども、畑には、良い、その種がと、植えたんですけれども、しかし、茨木も同時に、成長してきたんですね。で、しもべたちは、じゃあその茨木を、抜きましょうかと主人に聞きました。でも主人は耐え忍びなさいと、収穫の時に見分けることができると言ってました。ですから、私たち今みんな畑の中に成長してきているんですけども、誰が良い、種なのか、誰が、茨木なのか、収穫する時は、この世の終わりの日です。マタイの13章には、収穫する人は、天使であると言っているんですね。茨木を、麦から分けると。
マタイ読書の話ですけれども、あ、違いますね、ごめんなさい。黙示録のヨハネの黙示録の14章ですね。14章14節、まだ私見た、すると見よ、白い雲が起こり、その雲の上に人の子のような方が座っておられた。その頭には金の冠、手に鋭い鎌があったと。そして、まあ、御誓いが神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方のお声を叫んだ。あなたの、鎌を送って刈り取ってくださいと。刈り入れる時が来ました。地の穀物は実っていますと。で、まあ、16節までですね。イエス様は、麦と茨の、その教えですね、教え後にこのような考え方ですね、初代教会にずっと教えられてきました。今日の御言葉ですけども、一節から六節、一節、金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って泣き叫びなさいと。これは、三条の教えから来る考え方ですね。イエス様の教えでは、地上には、その罪を、その富を、積もってはいけませんと。地上は、虫に食われ、そして盗み人が来て盗まれと、腐って富を腐っていくと。ヤコブはイエス様の教えを説明し続けました。3節、金銀は錆びていますと。その錆びがあなた方を責める証言となりと。あなたの目の前のことを責めていることではないですけれども、収穫の日にあなたの間違っていること、あなたの罪を責める証言となると。あなた方は今贅沢に、暮らし、快楽にふけると、あなたたちは終わりの日には自分の財産を蓄えていると言っています。ヤコブの手紙はまるで預言者の、宣言のようなものです。特に終わりの日のについての宣告のようです。初代教会には、彼の考え方にはイエス様は、もうじき戻ってきますと。なぜなら彼らはイエス様、まあ、天に昇ることを見たときにイエス様は彼らに言いました。人の子はどのように離れていくこと、将来もこのように戻ってきますと教えましたね。ですから初代教会の兄弟たち、兄弟姉妹たちはイエス様は、近いうちに、特に、福音は、世の果てまで伝えていくとイエス様は戻ってきますという考え方を持てます。ですからパウロも、スペインにまで行きたいと、それは、地の果てだと思いました。そこまで福音を述べ伝えなければならないと彼は思いました。当時は、メディテリアン、地区の、中道地区の、考え方ではですね、スペインは世界の、果てまでという考え方です。そのスペインを越えるとパシフィックオーシャンになるから、彼らはその先に、別の土地もあることは知らなかったんです。彼らの考え方はその水平線を越えたらそこには、もう海になるから、それは世界の果てだと思いました。ですから、パウロは急いで、
世界の果てまで福音を述べ伝えたいと言いました。パウロはこの自分の人生の30年の間に、福音を世界の果てまで伝えたいと思いました。ヤコブも同じような考え方を持っています。ですから、飛んでいる人に、言ってますね。あなたたちは終わりの日にも、財を蓄えているのですか。ある日、主が来られる日、あなたの財産はあなたを責める証言になると言ってます。4節、その財産はどこから来るかと言いますと、彼らその飛んでいる人は、未払い賃金で、自分の財産を蓄えていると。ですから、その、未払い賃金の叫び声、あるいは借り入れをした人たちの叫び声は、万国の主の耳に届いていると書いてます。あなたたち飛んでいる人は、地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために、自分の心を太らせましたと。さらに彼らは正しい人を不義に定めて殺しました。ですから彼らは、その終わりの日の概念を持ってますね。主はもうじき戻ってこられますと。明日戻ってくるかもしれません。あなた今日、儲けたお金はどうするのと。ある有名の、作者はこのように言いました。主は私たちどのぐらい稼いだか見ませんよ。例えば私50万、ある私の貯金ですね、50万あるとしたら、あるいは私の投資が5000万あるとする場合、これらの、裁きの日にはこれらの数字はあなたに何の意味もありません。用いることはできません。主はどのように私たちの富を見るか、私たちは主のためにいくら使ったか見ます。つまり主のためにいくら貯金したかと見ます。例えばあなた5000万託されると、あなたがその5000万も主のためにすべて使い切ってしまいました。主は喜びます。もし仮にあなたはただ5万しか持っていません。でもその5万ですね、主のために使い切ったと主も喜びます。例えば5000円だけ持っているとしても同じです。つまり主がどのように満足できるかと言いますと、そのお金を必要の人たちに使ってもらえば、主が喜びます。例えばアフリカ、インド、非常に貧しい人にそのお金を使っていったら主が喜びます。使ったお金、主のために使ったお金は、記されます。このような考え方、このような考え方から、飛んでる人という意味ですね、ヤコブの考え方は私たちよく分かるようになります。もし私たちの富は、労働者の未払い金で、自分の富が、増えていくのであれば、それは憐れみがないということですね。それは神様に喜ばることはありません。私たちは、飛んでることは罪ではないですけれども、どのようにお金使っていくのが重要です。どのように、自分の富を使っていて、どのように人々を憐れむのは重要です。しかし人々の労働者の未払い金で、自分を太らせることは神様には、喜ばないことです。
それは罪であることです。永遠の命の立場の視野から見ると、それはまあ借り入れの日が来るということです。釜の日が来ると、借り入れの日が来ると、収穫の日に来るから、私たちは何の説明もできません。その収穫の人々に、交渉してすることもできません。その釜、収穫の釜が来ると、私たちは、ここに私お金使いましたよ、ここに私どのように、人を助けたよとか説明することはできません。子羊か、焼きが、まあ、神様が分けるときに、裁きの日がのときに、説明する必要はありません。説明できないです。神様、ただ手を振ると、焼きと子羊分けてしまうんです。真ん中に立つ人ができません。私は、焼きでもあるし、羊でもあるとは言えません。はっきり区分けられます。裁きの日にはみんな自分の状況をよく知ってます。自動的にも分けることになります。それは非常に、鋭い釜によって区分けることができます。ヤコブは、12部族に、まあ散らした12部族にこのように教えました。彼らは、彼らは、自分が、まあオーナーではなくて、彼らは、行くところには、労働者になったんですね。彼らはいつも虐げられます。特に、まあ、外来者ですね。外来者の賃金ですね、普通は、地元の人よりも低いです。ヤコブはこの手紙を通して飛んでる人に警告を出しています。困難にの中にいる人々たちのことを知らけてはいけないと飛んでる人に警告しています。彼らの毎日の賃金ですね、その日の生活費になるのです。彼らはに払い金はしないと、生活できなくなると。第二段落、7節から忍耐しなさいと、散らした人々に、耐え忍びなさいと、主が来られる日まで耐え忍びなさいと教えます。彼らにとっては、主が来られる日は、彼らの人生に体験できることと思っています。ですから、続けて耐え忍びなさいと、農夫の例を挙げて説明しました。農夫は、大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っていなさいと言います。今は困難ですけれども、耐え忍びなさいと、心を強くしなさいと、主が来られる時が近づいているからですと、8節に書いてあります。9節、兄弟たち、裁かれることがないように、互いに文句を言い合ってはやめなさい。互いに文句を言い合うのをやめなさいと、見なさい、裁きを行う方が、戸口のところに立っておられます。主が突然扉を開いて、入ってくるかもしれませんよ。主はすでに裁く行う方はすでに戸口のところで立っておられますと。
さらにヨブの例を挙げました。ヨブの忍耐について聞きましたかと。私たちこの前ヨブ記を読みましたね。良い人は最後まで良い人が、良い報いが来ることを私たち しました。知りました。その途中経過は非常に難しいですね。あなたに、慰めに来る人たちは、あなたを責めることになったんですね。でも最終的に、私たちは人のことを見れば、本当にがっかりします。ヨブの素晴らしい本質は耐え忍ぶ力です。主は最終ですね、嵐の中からヨブに語られました。彼は主の、言葉によって、慰めを受けました。実は、ヨブはですね、主の嵐の中で自分のこともすべて奪い取られました。取られました。彼はすべて亡くなったときに、もう一度、嵐の中に死と出会うときに、何も失うものがありませんでした。同じように、最初も死からの悲しい、昔は痛みをもたらしました。絶望をもたらしました。しかしもう一度死の嵐に直面したときに、ヨブは何も残りませんでした。彼は恐れることもありませんでした。彼は喜んで、神様の御言葉を聞くこと、神様と顔を合わせることを楽しみました。主の御臨在、主の力、ヨブに大きい慰めをと満足を与えました。それは主がヨブに与えた結末です。主は大きい力によってヨブのことをすべて回復してあげました。12節、誓ってはいけませんと書いてあります。私まだよく理解できてないですけれども、誓ってはいけないと、主の日が、近づいてくるとどんな関係あるかまだはっきりわからないですけども、でも、誓ってはいけませんと書いてます。誓うことは、イエス様、誓ってはいけないと、イエス様が教えてくださったんですね。三条の訓戒の教えを見てみましょう。マタイ五章に書いてるんですけれども、誓ってはいけませんと。彼らはよく、神様の皆をもって、誓いますね。マタイの五章に書いてます。イエス様はどんな誓いでも、誓ってはいけません。あなたは天に、置いて、天を指して、エルサレムに指して、誓ってはいけません。それは神様の、座席ですから。そして、自分の頭に、指して誓ってもいけませんと。あなたの髪は白くなる、黒くなることでさえ自分ができないからです。私たちは何の力もないですから誓ってはいけないと。マタイ
ヤコブの五章ですね、ヤコブの手紙の五章十二節はイエス様の教えを繰り返していったんですね。誓ってはいけませんと、天にかけても地にかけても誓ってはいけません。あなたの灰は灰、家は家でありなさいと。そうすれば裁かに合うことはありません。マタイの五章三十七節も同じことを書いています。あなた方の言う言葉は灰は、はい、家は家としなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのですと言ってます。私ちょっと考えたんですけれども、イエス様の終わりの日 と、この誓うことをどういう関係あるかと考えました。私たちの言葉はですね、週に、まあ週の裁きを受けなければなりません。私たちの言葉は衆の、裁きに直面します。ある人にとっては、その話の、主導権ですね、握って、その雰囲気を握って、全体の場面を握って、自分の言葉をよく、話せば、よく発すことができれば彼は勝つだと思いました。それは神様の考え方ではありません。私たちの言葉は神様が裁いてくださいます。ですから私たち、戦うのは自分が話すチャンスではなくて、誠実さを戦わなければならないです。誓ってはいけませんということです。14節、16節ですね。互いに罪を言い表わし、互いのために祈りなさい、あなた方が癒されるために。種まき構図の内容に戻るんですけれども、ある人の体ですね、いや、ずっと、まあ、病気で癒されることはできませんでした。その人にはたくさんの怒りとか、許せないとか、苦しみ、苦み、たくさんあったからです。でも、ある人が彼のために祈ると、彼の苦しみあるいは憎しみですね、手を放しますと、病気癒されます。私たちの体と心がつながっています。体の病気は霊の状況を反映しています。イエスはこのように癒した知見もありました。ある人が、バリサイ人たちですね、イエス様を責めました。あなたはどんな権限を持って、人々の罪を許すことをできるかって質問した。で、イエス様は答えた。癒すことと、罪を許すこと、どちらが優しいかと思いますかと。イエス様は、人の子は、地上に人の罪を許す力があると答えました。私たちある一部の子どもに対して非常に不平を感じますけれども、自分の訴えをしません。でもその苦みですね、心の中に積もってきて私たちの体に影響されます。その罪ですね、互いに言い表しますと、互いに祈りますと、癒されます。そしてイリアの例を挙げました。エリアは私たちと同じ人間でした。エリアも、預言者のエリアは私たちと同じように人間でした。しかし彼は信仰を持って祈りますと、熱心に祈ると、雨が地に降りました。彼は、
熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。ですから私たち切に祈りましょう。互いに切に祈りましょう。祈り合いましょう。今結果が見えないかもしれませんけれども、祈ると癒されます。それは終わりの日の教会あるべきやるべきものです。主の御国はすでに来ています。最後にヤブは兄弟たちに、リマインドがあります。最後のリマインドです。罪人を、連れ戻すこと、それは彼らを死から救い出すことです。たくさんの人を迷い道歩んでいます。ですから罪人を迷いの道から連れ戻す人は罪人の魂を死から救い出す、また多くの罪を負うことになることを知るべきだと言っています。イエス様は、99匹の、羊を捨てて1匹の、羊を探しに行ったんです。その1匹の、羊を探したら天にも大きい喜びがあると教えました。ここでは、ヤコブの手紙がなんかまだ終わってないように、見えますけれども、ここの話ですね、山頂訓戒につながっています。イエスの教えは、もっと詳しいと書いています。御国の教えはイエス様の山頂訓戒を通してこの地に来ました。二つ目、イエス様と、ヤコブは違う状況にあるんですね。イエスはいろんなところにめくって、福音を伝えました。イエスの心には12人の、弟子を訓練してきました。そして、病気を癒して、人々に教えました。イエス様は12弟子を訓練して彼らを差し出して、福音を述べ伝えました。でもヤコブはの状況は違います。ヤコブの背中に置いているのはエルサレムの教会。エルサレム教会、破壊を直面した時に彼は非常に重荷を感じました。ですから、教会散らした兄弟姉妹に彼は、手紙を書いて出しました。主が、御言葉を祝してくださるように。これでメッセージ終わります。皆さん立ってください。主を賛美しましょう。私たちの神は憐れみに富み慈愛に富んでいるお方です。
主あなたに私たち望みがあります。主私たち心尽くして思い尽くしてあなたを礼拝します。この世の終わりまで私たちあなたの御前に来て礼拝します。賛美します。あなたを仰ぎ見ます。召し召されの皆さん、手を挙げて祈りましょう。主を礼拝しましょう。主は私たち御国に導き、教会に導いてくださいました。私たち主の平安を体験しました。天の父、あなたを礼拝します。私たち深くあなたを礼拝します。2024年はたくさん良くないことはあるけれども、終わりの日が迫ってくるように見えますけれども、しかし主に感謝します。私たち教会あるからです。私たち教会に入って、神様の御臨在の教会に入って入ることができること、本当に感謝します。私たちはここでは平安を体現することができます。兄弟姉妹の皆さん、声を上げて祈りましょう。主を賛美しましょう。威厳を持って、理性の言葉を持って主に祈りましょう。教会はしっかり立つこと、主に感謝を捧げましょう。この世は戦争の中で、地震の中で、この世は揺り動いていますけれども、私たちは神の民として教会の中で主の御臨在体験できることを主に感謝を捧げましょう。主賛美します。感謝します。あなたの御国は永遠につくのです。あなたは永遠の主です。私たちあなたの御前に立っております。主の御臨在の中に立っております。主あなたは永遠の主です。あなたは裁くお方です。私たちあなたのことを知って、主を恐れる心を持って、あなたのつながることできて本当に感謝します。主の御子に私たちを表してください。あなたの御臨在高く上げることができますように、御子を高く上げることができますように、主私たちの人生、私たちすべてあなたに属します。今日の御言葉ですけれども、
週の終わりの日が来ると、私たちは裁きに遭いますことを教えてくださいます。主、私たちあなたの御前に立っております。兄弟姉妹の皆さん、あなたたちみんな神様の前に立っております。まるで神様の裁きの座の前に立っております。おるように、私たちは主の裁きを直面しなければなりません。私たちの自分の人生、クリスチャンの人生、どのように生きているか見なければなりません。皆さん、自分の命のために祈りましょう。御言葉に書いてあるんですけれども、耐え忍びなさいと、主の働きを耐え忍んで働きなさいと、互いに文句を言い合ってはいけませんと。さらに、人々の財産を死だけではいけませんと。人々の財産を奪ってはいけませんと教えてくださいます。私たち弱い時に主の助けを求めましょう。兄弟姉妹の皆さん、3つの、面から祈りましょう。あなたはこの用が揺り動いている段階中に、あなたのどのようにあなたの財産を自分のために蓄えているでしょうか。そして困難の中にあなたは耐え忍ぶことできるかどうか、自分のために祈りましょう。私たちの心の態度は全てのことを決めます。私たち正しい心の態度ありますように。主が来られるから、主が私たち王道に対して裁かれます。私たちは自分の富に対しての態度、そして人に対しての態度、あと自分の心の態度について、探り見て祈っていきましょう。主、私忍耐する必要の時、私の感情が湧いてきます。特に家族との関わりの中で、家族のメンバー、私の状況を理解できません。私、説明すればするほどもっと感情が出てきます。仕事ではうまくいかないときに、仕事に衝突があるときに、主が教えてくださるんですけれども、耐え忍びなさいと教えてくださいますが、しかし私たちは弱いものであって、耐え忍ぶことはできません。関係衝突のあるときに、私たちへりくだることもできません。主を助けてください。経済問題があるときに、私は恐れてきます。私、信仰なくなります。主よ、あなたは今日私たちに教えてくださるんですけれども、もっともっと耐え忍びなさいと、不平に直面しても耐え忍びなさいと、困難に直面しても耐え忍びなさいと、それは良い態度だと教えてくださいます。主、もう一度その忍耐力を与えてください。主、私たち自分の心をあなたに合わせるように助けてください。私たちの命、私たちの情熱を回復してください。あなたについていく態度、心の態度回復してください。主、あなたの命の木の葉っぱは人々を癒すことができます。私たち命の木の道に戻るように助けてください。あなたに癒されるように
主の皆を呼び求めます。そうです、私主の皆を求めます。今の環境は非常に難しいです。あなたの日が聞きます。主、私たち自分の富にのことにおいて心どこにあるか、主、私たち自分の心を分かるように助けてください。不動産の価格値段上がったり下がったり、株の値段上がったり下がったりすると、私たちの心も動いてしまいます。私たち何をつかみますか？富つかみますか？その自分の快適な生活をつかんでますか？私たちの宴会の楽しみさを、その楽しみをつかんでますか？主、私たちの心をあなたをつかむように、私たちの財産どのように用いているか、どのように使っているか、私たち人の、まあ、必要時、私たち施してますか？私たちは自分の労働者に対してその未払い賃金払ってますか？主、私たちあなたがすべてのことを支配することを分かるように、経済の面において、困難において、体の、まあ、病気において、主、私たちよく忍耐できるように、主、私たちの味方あなたに揃うことありますように、あなたと合わせることができますように、主、私たち大使の部とあなたは必ず守ってくださいます。私、困難の時に互いに祈り合うことができますように、私の心体もあなたに回復できますように、私たちの毎日生活思いすべてあなたに回復するように、イエス様の皆によってお願いします。アーメン。私たち心を持ってあなたを礼拝できますように、主、感謝します。あなたについていくことを感謝します。終わりの日に私たちの心を清めてください。
私の信仰も清めてください。困難の時に私もっとあなたのことをつかむように。あなた真実の神です。私たち見捨てることのない神です。主よ、私たちに御言葉、祈りをの権限を与えてくださることを感謝します。病気の時に祈りなさいと、苦しむ時に祈りなさいと、迷い人を見たら祈りなさいと主が教えてくださいます。今日ですね、私たちは祈る権限を持っています。ですから手を挙げて人々のために祈りましょう。特に迷い道の中にいる人々のために祈りましょう。あなたのセールリーダーであったかもしれない、あなたの家族であったかもしれません、あなたが苦労に導いた友達であったかもしれない、私たちその祈りの権限を持って彼らのために祈りましょう。主の真実、主の慈愛が彼ら見えるように手を挙げて祈りましょう。その名前を主に言って祈りましょう。彼が主の元に戻るように祈ってあげましょう。私は牧会した教会から離れた兄弟たちのために祈ります。主を彼らを戻させてください。彼らは柔和な心を持って愛し続けることができますように。主を助けてください。イエス様、あなたに呼び求めます。主は私たち失った魂のために祈ります。皆さん手を挙げてください。主に祈りましょう。主は私たち家族のために祈ります。迷っている人たちのために祈ります。教会から離れた人たちのために祈ります。主よ、主よ、今祈ります。正しい人の祈りは働くと大きい力はあると教えてくださいます。主よ、あなたは彼らを私たちに託してくださいました。私たちは彼らのために絶えずに祈らなければなりません。主よ、彼らは悪魔に奪ってしまいました。主よ、彼らのためにあなたに祈ります。正しい人の祈りは力あることを宣言します。主よ、私たち祈る人になるように助けてください。主賛美します。
どこに導いていっても私たちあなたについていきます。主よ、それはあなたの御心です。主よ、今日もう一度あなたは私たちに語ってくださいます。耐え忍びなさいと、心強くしなさいと。主が来られる時が近づいているからです。主、私たちの目、心の目を覚めさせるように。私たちもう時間がなくなります。残りの時間は神様に属する時間です。主が私たちを用いてこの地にリバイバルをもたらします。主が来られる日にみんな福音を聞かなければなりません。主の御国が来ます。必ず来ます。主の御名によって兄弟姉妹を祝します。主、私たちの時間あなたに委ねます。あなたの力、あなたご臨在は私と共にありますように。主の御心を私たちに啓示与えてください。私、心をあなたに変えるように、キスように。私たちの祈りはあなたが聞いてくださるように。病気の人、私たちの祈りを聞いてあなたが癒してくださるように。悪霊が出ていくように、あなたの力このように来るように。この地上の人々はあなたの力は本当であること、あなたが生きておられる神であることを知るように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。